新エネルギー産業技術総合開発機構 NEDO は、持続可能な社会の実現に向けて革新的な技術開発や実証を進めています。つながる新しい社会と未来、社会に実装される NEDO の IoT 技術をご紹介します。完全自動運転に向けたシステムオンチップとソフトウェアプラットフォームの研究開発。これからの超高齢化社会においては、ますます労働力の確保が難しくなり、移動物流手段を維持することが困難になることが予想されています。そのような中、自動運転技術の早期実用化への期待が大きくなっています。しかし、自動運転車両には複数の高性能コンピューターが必須となっており、その普及に向けて消費電力やコストの大幅な低減が課題となっています。そこで NEDO と株式会社ティアホーは、完全自動運転に向けたシステムオンチップとソフトウェアプラットフォームの研究開発を進めています。車両において限られた計算資源の中、従来の10倍以上の高速データ処理を行うことにより、リアルタイム性を高レベルで実現するシステムオンチップ、さらにそのハードウェアとソフトウェアの協調設計を推進し、完全自動運転機能のリアルタイム処理と消費電力低減の両立を目指しています。開発したソフトウェアプラットフォームは、搭乗者、車両周辺の安全性の確保を最優先として、シミュレーションと実証実験で十分な検証を行っています。ソフトウェアの実車両適用評価では、同一車種の別車両や複数車種に対して適用できることが確認されました。システムオンチップの実現は、低消費電力化や省スペース化はもちろん、完全自動運転アプリケーションのより広い展開を可能にします。この自動運転システムにより、高齢者や地方における移動弱者の社会参画、さらに労働者不足や生産性向上などの社会課題を解決し、ソサイティ 5.0 の実現に貢献していきます。完全自動運転に向けたシステムオンチップとソフトウェアプラットフォームの研究開発、本件技術に関するお問い合わせ先はこちらです。 NEDO は革新的な技術の開発や実証を行い、成果の社会実装を促進するイノベーションアクセラレーターとして、社会課題の解決を目指します。 NEDO